アルバロ・ソレールは、スペイン・バルセロナ出身のスペイン系ドイツ人の歌手、シンガーソングライター。本名は、アルバロ・タウハート・ソレール。2015年に、ヒット曲、エルミス・モ・ソルで、ヨーロッパやラテン・アメリカ全域で注目を集め、主に、イタリア・スイス・メキシコなどで大成した。ジェニファー・ロペスをフィーチャリングした、エルミス・モ・ソルのスペイン語、英語の特別、バイリンガルバージョンは、 アメリカ、イギリスなどを中心に世界中でリリースされた。2016年のシングルソフィアもポーランド、イタリア、チェコ、スロバキア、スイスなどで1位を獲得し欧米各国のチャートで上位に入った。ソレールは2015年にエテルノアモスと2018年にマール・デ・コロレスという2枚のスタジオアルバムをリリースしている。特に2枚目のアルバムに収録されたシングル ラシントゥーラは、ソレール自身にとってのパンヨーロッパ的なヒット曲となっている。父親はドイツ人、母親はスペイン人とベルギー人のハーフである。バルセロナに生まれ、幼少期から多言語を操っていた。10歳の時に家族と日本に引っ越し、17歳まで首都圏のドイツ人学校に通った。日本ではピアノも習っている。 2015年のシングルエルミスもソルがイタリアを中心にヨーロッパ各地でヒットしたことから名が知られた。ありがとうございます。